はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は波動高校サクチャレの開催が決定しましたので、それのお試しをやっていきましょうということで、デッキはねこんな感じで組んでみました。でまたね、サクチャレ応援ガチャとかがね来たりするので、編成は変わるかもしれないんですけれども、今のところのデッキでいくとこれが多分ベストかなというようなところですね、自分の手持ちでは。でまず今回のボーナスのポイントなんですけれども、得意練習を3種類入れましょうということで、球速と、コントロールと変化球の3種類で自分は来てます。であと女の子キャラをね、入れるだけ入れましょうということで、確か5人がマックスのボーナスになるのかな。でもね5人はねちょっとさすがに入れられないんで、巫女葵ですね、巫女葵もボーナスなんで、巫女葵、騎馬妹、カリンちゃんで、水着みずきちゃんをお借りしてるというところと、特攻キャラの、今のところ特攻キャラさんは、キノコと水着系なんですけれども、ここは誰も持ってないので、水着みずきちゃんを借りてますと。でこの編成でのポイントは一応基礎経験点も叩き出さないとやっぱりいけないので、キバとキバキバキバでコンボがあるということと、キバと、イヌキでもコンボがあるというところですね。だから例えばここでキノコを持ってたとしたら、イヌキの代わりにキノコを入れた方がいいのかなっていうのもちょっと、考えてはあるんですけど、そもそもキノコ持ってないんでどうしようもないと。でこの編成だと前イベがキバとミズキちゃん、前にアト4なんですよ。で、コンノちゃんも特攻キャラに、設定されてるんですけど、コンノちゃんはイベントが重いんでちょっと今回は、カニンちゃんを連れてきてますという感じですね。とりあえずこれでやっていきましょう。もう変化球はね絶対あのミコアオイだけだと足りないんですけど、そういうのは関係ないんでとにかくポイントですね、ポイントを稼いでいくというのが、サクチャレの肝になります。だからまずはクリスマスでポイントを稼ぐためにキバ妹評価を上げていきましょう。今回もね二股なんで、二人ともね告白強化が乗ればクリスマスはわりかし間に合いやすいのかなとは思うんですけど、ただ両方とも後イベなんだよなと前イベとね後イベでね両方とも一人ずつ彼女がいてくれると発生確率は上がるんですけど、前回のね闇の木村ちゃんみたいな感じでまああれはほんとねめっちゃショックですよ。今でもショックですよ。あの後同じ編成でやってはないんですけど、いやあれがね進んでくれてればね絶対レギュラー入りだったのにっていう。だと爆速ストレートってさ進めていくとさ経験点ってどれくらい手に入るんだっけ。ちょっと そういうところもね調べていかないといけないんで、別に金得とかその査定値とかは関係ないんで、切った方がいいイベントは、切った方がいいんですよ。ただね進めていく上で、ポイントがねどんどん手に入ってくるっていうのであれば進めていった方がいいんですけれども、 13% インチ、ちょっと無理はせずいきましょう。でコツもね、早めに潰しておくと、ただ、さすがにね伸びをね直取りできるかって言われるとそれは無理なんで、よっぽど経験点が溜まってない限りは3でどんどん潰していきますか。プロファイとかもね牙も持ってるんで、どうしてもね巫女葵がね。で葵ちゃんって、ちょっとだけ戻りますけど、葵ちゃんって一応その3種類あるじゃないですか。通常葵ちゃんと巫女葵と水着葵で、何が違うのかと、巫女葵に関して決定的に違うのは、35で固有ボーナスがつかないということですね。35のこのテーブルが変化球ボーナス8だけなんで、どうしてもねタックが弱いっていうところがあります。でその代わり、通常葵ちゃんと比べると、イベントが増えているっていうのが、違いですね。騎馬妹は乗りましたと。そうするとカリンちゃんも乗っけていきましょう。
って水着ひじりちゃんに関しては通常のひじりちゃんでイベントが重いじゃないですか。それに加えてのプラスイベントなんでめちゃくちゃ重くなるんですよね、イベントが。で、居抜きに関しては特に選択肢とかなくそのまま勝手に進んでいくんで、まあ、放置しておきましょう。ここら辺もまた寝ないとダメか。あんまりね、寝たくはないんですよね。だから精神に人が溜まってれば精神をやっていくっていうのも全然手なんですけど、さっき特にいなかったからな。居抜き、ポーカーフェイスがあるからね。ポーカーフェイスって瓶焼酎を使うものなので瓶焼酎が6、よし、潰しておこう。で、ちょっと居抜きの評価を上げていきますか。で、低めも取っちゃいましょう。で、ここで騎馬妹の評価を下げるのはちょっとあれなのでどうしようかな。体力もう1段階減ってればね、体力回復絶対選んだんですけど、経験点もう彼女になってれば絶対経験点できましたね。これもね40もらえるんで、生徒どう？これは前入れなんだ、助かるな。今後もね後入れ前入れが存在するんで。で、これってどれをやればいいんだ。まあちょっと全然調べてきてないんで分かんないから適当にいきますか。居抜き系でいきます。居抜きの強化が上がりそうなるほど、まあ、経験点も結構くれるんで悪くはないですね。どうしようかな。騎馬1人か、もう1人いたら精神をやってもよかったんだけど、あとは後入れがねやっぱり重いんで来てくれるかなっていうところはありますね。ちょっと葵ちゃんの評価上げていきますか。まだカリンちゃんは乗ってないんで、で、居抜きもこれは福井部なんで、お、ありがとうございます。で、クレスセントムーンは切っちゃっていいかな。体力のね消耗が激しいんで、クレスセントムーン1回目は勝手に進んでいくんだっけ。で、2回目が選択肢が出て熱くなれみたいな感じで切りますかね。低めは取りましょう。黒灰も取っておきましょう。さて、そうすると騎馬か犬木か、騎馬でいくかな。ちょっと伸びコツも取れるときに取っておきたいんで、まあ、経験点の場合は全然いいですね。伸び直取りはさすがにちょっと厳しいよね。で、あとさ、投手で今回来てるけど、まあ、試合をねどうするか、まぶってはいくんですけど波動のさ、こう野手陣がさ、もう本当にしょぼいんで、みずきちゃんがちょっと体力を削ってきたので、もう寝るしかないな。で、ここで一応火がつくと、こいつらに火がついてね、あとはどれだけ人が集まってくれるかっていうのはあるんですけど、ここは葵ちゃんでいきましょう。緩急も3で掴んで、騎馬妹なかなかいいタイミングできましたね。あとはかりんちゃんもまあ一応乗せてはおきましょう。騎馬妹はね経験点系なんで、できればクリスマスとかは騎馬妹と過ごしたいですね。まあ、こういうところでガンガン評価が上がってくんで、まあ大丈夫だとは思うけど、単にかりんちゃんを乗っけるくらいだったら。おお、ありがたい、早い。そしてで、これもなんか選択肢があるんだよね、かりんちゃんって。運命なら仕方ないって、なんか評価が下がるんでね、彼女にはなるんだけど、運命は自分で切り開いて、かっけえ師匠で、ダメじゃない。
体力回復と。カリンちゃんもここでめちゃくちゃ評価が上がるんだな。さてあとはまあ練習を見つつ、もう火消しをやっていくか。かといって守備もなあれだしな。スタミナでもやりますか。あそうか、スタミナってでもさ経験点的に少ないから、だったら守備練やった方が良かったのか。でこれはまあそこそこ体力があるんで、体力のマックスを上げていきますか。投手はねやっぱり変化球とかが結構減るんで、スタミナにいるか、どうしようかな。回復させつつ葵ちゃんの評価上げていくか。で今回二股できてるんでね、どうしても燃える人が一人少なくなるのかな。そうするとコツかタックかって言ったらまあコツでいきましょう。もうクロスファイヤーは取ってあるんでひたすらポイントですね。まあ、みずきちゃんは今回これはいいと思います。でこれはどれがいいんだ。もうミコなんて全然使わないからな。とりあえず体力が上がってポイントいろいろくれた。一番上は悪くないね。こいつを消していくか、それともなんか適当に号令でもかけとく。お、来たね来たね。お、いいねいいねいいね。カリンちゃんの評価が上がっていくな。キバ妹がいいんだよ、キバ妹が。申し訳ないけどカリンちゃん、君はスペアだ。ちょっとこれさすげえ上がっていきそうなんだけど評価が。これはどうすればいいんだ。なんかロシアおにぎりって失敗成功ありそうだよね。おかか、うん。で3周は練習して、おーおーおお、コンボが来ましたね。まあ、ここでもねクロスファイヤー確か手に入ったんですけど、目立つことをしましょう。てかさ、野球のボールとか持ってたの。で38プラス4、40と、まあ、ここら辺はね計算しつつやっていくんですけど、居抜きの評価も上げたいので変化球でいきますか。だからここで葵ちゃんがね固有ボーナスがついてないっていうところでこの点数なので、まあ、水着葵ちゃんとかがいればねもうちょっと点が伸びるかなと思うんですけど、どうしようかな。っていうかかりんちゃんだねやっぱり。かりんちゃんいくつくれるの。ポイント次第だな。こういうところも調整していかないと本番はねやっぱり40-40か。やっぱり千葉妹の方が良さそうですね。オーバーヒート組がいたけど、ここは柏原君が足りない。まあ、ちょっとでも稼いでいきますか。でそうすると千葉のね勝負があるんですけどね、うまくいってて千葉に負けると最悪だよな。投手だからねどうなんだろう。打たれるときは打たれるっていう。まあ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 かな。これはちょっと一回デートしますか。あとカリンちゃん、そうだカリンちゃんにしとけばよかった。カリンちゃんは確か3回目くらいからしか体力が回復しないんだよね。まあ、一回ここでマックスになって、体力がわりかしあって何にもやるときないときは、やるときないときはっていうのになんかよくわかんないこと言っちゃったけど、やることないときはカリンちゃんとデートしましょう。じゃここら辺のね体力回復の場面と体力をくれない場面っていうのはこれは熱くしときましょう。ちょっとクレセントムーンはあまり続けたくないんで、ここでも下げられるけどしょうがないよね。でまあやっぱりフォークかな。キバー
あ、ここいいね。まあスタミナだけどさ、緩急って取ったっけ。緩急、緩急取りましょう。まあ葵ちゃんもコツが少ないっていうところはいいかな。変化球ポイントも溜まってればね、緩急直取りしちゃっていいと思うんで。あ、そうか、キバそもそも火つかなかったのか。いるねいるね。ちょっと一応こっちも見よう。これは 8% をやろう。いくぜ。あとはちょっと筋力ポイントをまたさばかないといけないか。よしよしよし、やる気を上げてくれるのは嬉しい。どうせ体力ないんで、ここら辺はデートをしないといけないかな。いない。一応見る。うおー、 79% はね、死ぬよ。さすがに死ぬ。ちょっと休息を振っておきましょう。全然何も考えないでここら辺は振ってってるんで。で、回復させたいので、キバ妹でいきますか。で、次カリンちゃんとデートしてバレンタインを迎えて体力マックスと。よし、これでいこう。今のところの予定。そうだよね、この体力量だとちょっと練習はさすがにできないから。で、爆速ストレートどうしよっかな。進めてく前部はね、全然大丈夫なんですよね。ちょっと爆速進めてどんくらい経験点をもらえるかちょっと見てみましょう。いや、この前快速ストレート取ったんだけど。そうで、快速ストレートはやっぱりね、吸湿軽いみたいですね。結構やっぱ飛んでくみたいなんで。筋力ポイントは28と、まあ悪くはないね。ここも一応いるんだけどな。どうしようかな。これ葵ちゃんから点がもらえるからな。やろう。これでやっぱり44ポイントはでかいんで。で、まあ居抜きはね、もうほんと見てるだけなんで、イベントは、のんびりやりましょう。バレンタイン、カリンちゃんはね、虫歯になる可能性があるんで、やっぱりキバ妹をメインに上げていきたいな。特に何にもない、何にもないけど、こいつら2人じゃどうしようもない。ここはいいね、ここはいい。やろう、これはやろう。これで精密射撃パーフェクトとかすっげえな。どんだけコントロールいいんだよ。コントロール悪いけどさ。で、タック、おー、いいねいいね。まあこういうのがね、どんだけ出てくれるかだよね。で、キバ重い球とかはもう直取っちゃおっかな。取れればの話だけど。あ、取れるね。重い球直取りしよう。で、ジャイロはもう取れないから、ここら辺はしょうがない。取れないものはしょうがないと。お、ただ経験点をくれるところはいいね。っていうか、まあ別にさ、お試しだからさ、そんなすごい経験点が出ても困るんだよね。サクセスあるあるだよね。お試しでやった時が一番調子いいみたいな。水着どうしようかな。水着はね、葵ちゃんか、まあ水木ちゃん、どっちかが欲しいんですよね。ひじりちゃんはね、ちょっと俺の中では候補には入れないんで。やっぱり来たとしても、おいー、大丈夫か。もうフォークしか持ってないからな。フォークで攻めるしかない。これもまあそれなりに経験点もらえるよね。うんうん、まあ、40もらえれば全然いいんで。泳ぎたい。あ、これね、なんか発生時期によって選択肢、海に移行的なやつが変わるみたいなんですけれども、ちょっとどれがいいかな。プールだよなってやると逃げ玉がもらえるけど、体力がね減るんだよね。海がわからん。今2月でしょ。海に行く人絶対ないよね、どう考えても。こんなんってことは泳ぐの嫌だなーがいいかな。
チームメイト評価がね全員10上がるんですよ。ただね経験点が若干少ないで、コツは低めで、低めはもう抑えてあるんで、これちょっと体力を削ってでも経験点を取りに行きましょう。おー水着姿って言ってもね、こうハマプロ関係のさ水着姿ってこう何とも言えないよ、何とも言えないって、こういい意味で何とも言えないんじゃなくてさこう微妙な感じだよね。どうしようかな、ちょっと非売モードもう一回デートしておくか。でこれだっていう練習がなければちょっとカリンちゃんを進めていきましょう。非売モードがねもうこの次が体力回復しなくなるんで、ここは使い分けができるようにうまく持っていきましょう。まだまだ体力は減ってるし、マリンボールね、マリンボールもな切っちゃっていいかな。そうマリンボールってさ初回にさ経験点が全く入んないんだよね、それがかなり微妙だよな。おお体力削られるけど、まあ、28、28か、ここもいいねなんか今回球速が結構来るね。犬キッズあと何持ってんだっけ、ちょっと犬キのコツを確認しましょう。打たれ強さとタイピンか、これも直取りするのはちょっときついよな。500ある打たれ強さとタイピン、いこう取ろう。で、まあ本当はデートの予定だったけど、もうこれはだって美味しいもんね、やるしかないよ。でそれこそあとマジでデート付けだよ。ちょっと監督に相談しましょう。でまあこういうところもね体力は削らないでいきましょう。まあマックスだったらね経験点狙いでいいんですけどなんか急速のオーバーヒートがいっぱいいるね。まあちょっと使っていきたいけど、経験点をね使いすぎるとコツが手に入んなくなるんで、まあ一応もうジャイロは使んじゃうんだ。さてからは本当にデートで行きますか。カリンちゃんもなんか使うの初めてだなこれ。なにどこに来てんの変な洞窟なんだけど。よくさこういう洞窟あるよね家の近くにこんな洞窟とかないんだけど。ガンマニアっていうのもねなんとなく気持ちはわかるけどね、人はいっぱいいるけど。まあ次もデートでいいでしょう。フォークをもう一段階くらい上げておこうかな。で今度はどこに来てんのこれ、墓場じゃん。肝試ししてんの、肝試し開始にあんの。謎だ、マジで謎だこいつは。いやこれはちょっと待って、うわサボり癖がついた、火つけろ、おしいいねいいねいいね、サボり癖が治ったってもはや意味がわからん一瞬で治ったんだけど、サボり癖になって自分で火つけてサボり癖を治すって。あーこれもいいね。ここは人が足りてないでしょ。まあ行きましょう。監督評価全然ないな。お、これは勝負しましょう。今から勝負だ。ひたすらフォークを投げる。なんか燃えてるけど、なんかあったっけ俺。一応こういう時もね特殊能力は発動するんで、まあ、タイピンとかはねさすがにルイに人がいないからないんだけど、奪三振とかなんか最後発動したよね、持ってないけどさ。 OKOKOK、 これでまた40ポイントくらいもらえるのかな。うんもらえるね、ありがたやありがたや。
で、フォーク自体がちょっとまだ3だよね。5とかにしておく。で、またデートしましょう。ここはカリンちゃんでいきますか。3回目は回復するのかな。大将って何ここさ、なんで絶対寿司屋じゃないでしょこんな背景。めちゃくちゃ回復したな。おう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 、悪くない悪くない、ここで来るのは悪くない。キバと村上くんか。あ、スタミナはいいね。スタミナをやろう。で、あとはちょっと燃えてる人数とかと相談してデートをするかどうするか。で、爆速ストレート、いけって言ってもな、別にこいつ爆速ストレートを覚えたところで大したあれにはなんないんだけど、快速ストレート大体快速だよね。どうしようかね。これはやりますか。これだけのさあ、技術が足りないね。技術がそもそも全然足りないわ。技術、筋力はあるけど、まあ、しょうがない。これはじゃあスタミナでコツをもらっていきましょう。経験点なら全然嬉しいけど、経験点だね。マリンボールはいいかな、切っちゃって。折り辺はね、ここら辺ちょっと体力をめちゃくちゃ削ってくるんで、あとはまたデートをしつつ、一応見ると無理だから、カリンちゃんかな。カリンちゃんが先に完走するかな。そうするとこれが4回目。これは選択肢が出てるんだけど、わからん。で、ここはあれですね、多分コツが違う感じになるのかな。それでいいよだと打たれ強さ、大丈夫だと逃げ玉なので、逃げ玉を取っておきますか。で、体力の回復量は30ですね。で、経験点自体は変わらないかな、上も下も。もうここは完全にコツですね。で、逃げ玉と。気合が入ってないぞって、お前デートばっかしてんのに言えた立場か。特に誰もいないんで、ここはちょっと騎馬妹でいきますか。さてさてさて、じゃあ俺のフォークを見せつけてあげるか。決着をつける、決着をつけるぞ騎馬。まあね、振られたとしても俺にはカリンちゃんがいるから、スペアはやっぱりね必要だひでえよなほんと人としてひどいよな。ちょっとお前から教えてもらった快速ストレートを見せ玉にして、それで落とす、フォークを落とす。で、ちょっと目の前に快速ストレートを通過させて、外側のいっぱいいっぱいにフォークを落とす。完璧だ。対決後ってなった。いや、いいよね。やっぱ40、40、40、40、120ですからね。その代わり監督に根回しされたな。先発を下ろしてくれ。いや、もともと評価が足りないだけなんだけど、これはいいや、もうお任せしちゃって。まあ、キバくんよ、頑張ってくれたまえ。この前キバ炎上してたかんないきなり点取られてるし。お、水木ちゃんが投げてたね。俺出たの、そもそも出番はなかった。まあでも間に合うよね。監督評価どんくらいあんの今。111か。ちょっと1回くらいやっとかないとまずいかな。監督いないけどさ。
回監督を追って、あ、これは監督評価上がるんで全然いいね。ここだけ見てダメだから、かりんちゃんとで押しましょう。で一応ここが成功失敗あるのか、成功失敗って言っても本塁打現金が1になるのか3になるのか。おお、少し掴んだこれは失敗の方か。ただね、経験点は変わらないと思うんですよね。で、コツに関してはあれか、ランダムか。投手は、高速チャージ、打球反応、打たれ強さ、逃げ球から2つで重複することもあるんで、例えば逃げ球を2で掴んだりっていうこともあるみたいですね。ただ本塁打現金は、まあ、取らないけど一応スバルとの勝負で取れるかもしれないんで、まあ置いときましょう。で、これもまたいいね。どうしようかな、まあ 5% だけどね。まあ、やっぱりコツで経験点を取れるのはでかいと。で、6月の1周でしょ、どうするよ。これはさすがに無理。1回寝るか、1回寝ようで勝負して。今のところイベント進んでない人って誰？居抜きは終わったでしょ。おお危ないさすがにな、見切られるか、フォークだけだったら。俺の快速ストレート見ろなんかちょっとしょぼいよな。そう、快速ストレートだと球速もね落ちるみたいなんですよね。マックス147じゃないですか。打たれたちょ、もう一回。136、10キロくらい落ちんのか。だ、快速ストレート自体はもうほんと弱いっすよね。マジでスタジアムとかでも当たってもさ、すげえホームラン持ってけるもん。球質が軽くなるっていうのもな、すげえ微妙なんだよね。本塁打現金を取りましたと。まあ別に取っても取んなくてもどっちでもいいんだけど。であと2回練習すれば監督評価120になるんで、まあ普通に練習をしていきましょう。ちょっとただ溢れそうといえば溢れそう。スタミナを上げていくか。いいくらいには持ってって、であとは飲み1回2回取ろう。もジャイロも取ってあるよね。技術が全く足りないな技術2人入れてるくせに。さてこっからやって、で牙はあと1回だよね。うわ、これもやりたいわ。14% かやろう。よしこういう時にな、成功してな、実際本番になると失敗するからな。これは精神でももらっておきますか。で一応見よう。うん、牙妹だな。デートをしましょう。まあ、奪三振はね取れないんだけど、それは別にっていう感じだからな。でドクター K をもらって経験点は80か。あとはちなみにさ、騎馬妹って評価どうなったの？ここって騎馬の評価上がるんだっけ？ちょっと評価を見てみよう。あー、乗ってないわ。これ一回デートしよう。普通に回復しよう。それで喫茶店が良かったんだけどな。回復したいから。ゲーセンとかってどうなの？一回
くらいちょっと騎馬妹追わないとダメかな。でまあ点を出すんだったら、まあ、ピンちゃんが一番いいと思うんですけど、多分サクッとだとねマジでハゲると思うんですよ、波動に関しては。まあハゲてもいいって言うんだったらサクッとやってとにかく点が出るまで粘るかって、それはね効率が良くないと思うんですよね。適当にスライダーにしとこう。あとはもう自分で点を取ると、とにかく塁に出てくれ。お待たせいたしました。誰でもいい、誰か出た、クオカ君とか。当たりは悪くないんだけどな。ダメか。 F の B、 これまた難しいね。 F の B とかもね、ウドとかもさすげえ難しいんだよね。もうミートがほんと低いから、もうみんな弱すぎでしょう。とりあえず1点取って、古川くん、まあ、俺なんだけど、いかない。ほら取れるだけ取る。矢部くんがねほんと悪くないんだよね。ミートはある、うまくヒットさせて持ってこう、持ってけない。わりかし出てくれるね。今さ流し打ちかアベレージヒッター持ってた、さっきのやつ。もう名前すらわかんないけど、結構出るね。水鳥がねパワー D だからね。まあでも頑張るね俺。無駄に試合でね、多分なかなか野手と比べて出せないと思うんで、そこがきついかな。どうする、ちょっともう一回騎馬妹の評価を見て、ああマックスまで行ったか。じゃあいいか、気にしなくて、やりたい練習をやろう。おお、これはいいね、ダブルタック。で一回寝とかないとダメか。変化球とかはまあそもそもワンタックしかありえないし、葵ちゃんはおいしかも不眠症になるんか。もうここまで来たら無視だ無視。さてスタミナあたり上げとく、 E にしとくか。あとはまあ球速を上げつつ、これでね何点くらい出るかなんだよね結局。お待たせ、さあ先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で、水着ガチャに関してはその開催された後もまだやってるじゃないですか。でキノコは開催と同時になくなるんで、キノコをね取っておくかどうかっていうところなんですよね。取っておくってもガチャを引いてでも手元に置いておくかっていう。あとはそもそもサクチャリの報酬がね誰なのっていうところもあるんだよね。またね仙道みたいなキャラを報酬に持ってくる可能性多分相当低いと思うんで、でもさ40固有とかって言ったら誰だろうね。まあ別に40固有じゃなくてもサクチャレの報酬だけで SR が手に入るっていう形になれば35とかでもいいんだけどね。だいたいその40固有の時は1枚 SR を配って、であとはまあ上位に入賞してくださいねっていう感じなんだよね。だそれを1枚配るのをなしにして、もう本当にサクチャレ上位の人たちだけでまあ、SR を配るという風にすれば、まあ、頑張る人は頑張るよね。野球マン1号とかねなかなかいいとは思うんだけど、野球マン1号って固有40とかじゃないよね
もうそこら辺は分からんけど。で、変化球を上げていくか。まあ、サクチャレはね、やっぱり報酬が全てなんで。で、バンクみたいなことにはならないけど、そのもう、とにかく運待ちみたいな、これは最悪の点の取り方だな。しかも負けそうだな。まあ、ただね、そのオーバーヒートしてる人たちがどれだけ来るかっていうのもある程度運だからね。結局これは頭越えか。よしよしよし、せめて同点に追いついたかな。市村くんいいね、4番、いいね、さすが市村くん。モブキャラがさ、4番ってさ、どういう高校だよマジで。おお、超えたか。悪くない悪くない。もうちょっとな、なんか強い人が欲しいよな。あと一人こう強いキャラが欲しいよね。 FB とかマジで打てねえし。このミートの小ささよ。絶好調になってくれればね、多少はこう能力上がるんでいいんですけど、そろそろ周囲が変わるな。これ打つと多分周囲変わるな。もう完全にスタミナがない。もう失投だらけだよ。ただこれは柏原くんなんで出てないの。結構良くなかった打撃能力は。こいつアベレージヒッター持ってる。なんだかんだで塁に出てくれれば点はもぎ取るんで。だって点が開くとあとわりかしどうでもいいっていう。結局変わってたか、居抜きに。36だもんね。甲子園に来て36っていうのもちょっとな。まあ、かといってさ、うわこれは寝ないとダメだ。最後なんだっけ、そりゃ不眠症だもん、寝られないよ。精神やって練習して終わろうかなって思ったから。不眠症が来たか。つるやくんね。つるやくんはやっぱスプリットが打ちづらい。ただまあわりかし球種とかはね少なく。おお、これは何にもなく終わったわまあ波動の打線はしょうがないよ。4点も取られたのか。実績点4まあ実際やるときはね、多分ピンチャンでやるんで、まあ、失点を抑えつつっていうのができればいいと思うんですけど、結局4位。じゃこれでどれくらいいくかだね。じゃあスタミナとか関係ねえからいいや、中継ぎにしとこう適当に。でポイントも別に余らせておいていいんで、要はどれくらい稼げたかですね。まあ、エピローグで2人分手に入るのはまあでかいはでかい。こういうのってさ、なんでこう彼女のさ話すタイミングがずれるんだろうね。カリンちゃんはマジでついてけんわ。あとはポイントよポイント。基礎ポイントはねやっぱ稼ぎ出さないといけないから、これで6300か。まあ7000くらいかね。そうするとキノコちゃんをどうしよっかな。手元に置いておくべきか。でもキノコを手に入れようとするとね、また相当石を使わないといけないからな。
これは悩ましいね。本当にさ、サクチャリ開催決定した段階で報酬が誰なのかをちょっと明示してほしいですよね。でそうすると、おわ今回すげえガチャ引こうみたいな感じに、ね、なったりするんでそういうのでもいいと思うんだけどな。という感じで多分7000前後かな、自分のデッキだとっていうところになると思います。まああとはちょっと、サクチャで応援ガチャとかが出てまたデッキの方が変わるかもしれないんですけれども、今の感じだと、このデッキで、行くことになります。ということで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。